節圧支出は中華民国、中華人民共和国の政治家。北京政府、国民政府に属し、兵局省の配下でもあった。字は、古良、公立賛成法制学校を卒業し、1911年に中国同盟会に加入した。1912年の中華民国成立直後は、賛成省で審判長の役職を歴任する。 1914年、兵玉賞率いる陸軍第16混成旅で、秘書長兼軍法書所長に任せられ、以後、節圧支出は兵配家として活動する。兵が先制特軍になると、節は先制省内で県庁を歴任する。1922年4月、処理先制省財政庁長,長に任せられた。翌月、兵が河南特軍に転じたため、 説もそのまま処理河南省財政庁庁長に横滑りしている。1923年1月、説厚支出は北京政府中央に召喚され、処理司法部次長に任命された。3月、盲強前後委員会委員に任ぜられている。5月に国務委員秘書長暫定代理、7月に京市税務監督暫定代理も兼ねた。翌年9月、内務部次長となっている。 兵局省による北京政変勃発後、説は王、芝幸の公認として警庁委員に起用された。1926年9月、五元受け死により、国民軍が国民連波軍に改組されると、説は国民連波軍総司令部財政委員会委員長の要職についている。1927年6月、河南省政府委員兼財政庁長長に任ぜられ、 同年8月、国民政府の初代内政部部長に抜擢された。翌年1月、河南省民政庁長長に転じている。10月には、初代の国民政府衛生部部長となった。1929年3月、中国国民党第3期中央候補執行委員に選出された。1930年、北平で、反省解析派の中央党部拡大会議が、 開催されると、節厚支出もこれに参加し、宣伝部委員に任せられた。反省解析戦争終結後、節厚支出は、中国国民党の主流派に復帰した。以後も、中央候補執行委員に選出され、第5期途中の1936年7月に、中央執行委員に昇格している。1941年7月、行政院全国水利委員会主任委員に、 任命された6月、推理委員会委員長に改組。1947年4月、推理委員会の推理部改組に伴い、そのまま部長となっている。1948年、雪のり国民大会代表に選出された。中華人民共和国成立後、節圧支出は大陸に止まった。中国人民政治協商会議前国委員会委員、上海法学会理事。 上海立志協会副主任、中国国民党革命委員会中央委員などを歴任している。1973年7月9日、上海市で死去。去年82、北京政府時代の節圧支出フーズ封印、チャイナサードエド。ありがとうございます。